これ何ちゅうゲームでしたっけ。これはエレベーターパニック。エレベーターパニックだそれは箱がないので、エレベーターパニックです。エレベーターパニック、はい、ぜひお買い求めください。高いと思います。1万円で1万円超えちゃう。ああ、そうなんですか。レアな、これとランドリーの白いカフェが高いな。これがドンキーコングジュニア。ぽくないっすか。私の試験ですけど。こういうのが落ちてくるやつとか。ああ、ワニがいますね。ワニがスキッパー。ジュニア感出てません。確かに。ワニが出てません。ワニすぎる。すぐ邪魔組じゃない。あ、また。何周目ですか、これ。一周目。これ一周目。一周目の一面です。一面です。むずいね。きつい。これは、いったか、リーチ。リーチ入った。あ、これいけます。これはいけます。あれだって下行くもんね。あ、あいつはよし。あ、よし。やっと行った。2階になった。あ、本当だ。あ、2階だ。あ、2階が元気だ。あ、2階は。ここはジャンプ。確かジャンプで。うまい。うわうまい。早まった。早まった。ちょっと早まった。降りてくるって、ノーモーションで急に行ってくる。間に合い。あれ、自由意志で降りれない。そう。それが辛い。エレベーターボタンなしタイプ。うわぁ、乗っときた。そんなギリギリなのか、あれ。悔しいな。面みたいな。面クリアですか。面クリア、あ、とりあえず今の面はクリアしたんですけど、これって潰せるんだやっぱり。田野さん、これモンスターって越せるんですか。モンスター越せる。ジャンプで越せます。やつの越せたような気がします。あ、本当ですか。なんかすげえ難しい。めちゃくちゃ難しい。難しすぎる。2090点。これは左右とこれこれ。あ、どっちがどっちか確認しよう。なるほど。ああ。こういった何もしてないね。あ、ゼロってことね。下手だからね。これ今気づきましたけど、ドンキーの。あ、変な。これ。あ、好きな。ドンキーの。オマージュ。言葉選んで。インスパイア。インスパイア系。ドンキー。インスパイアされてオマージュしたんでしょ。そうです。ね、パクってね。カセットビジョンの色じゃないな、これはな。すごい濃い色が。なるほど。ノリックス先生の色付けなんで。なんか、負け者とか見てつけたんじゃないですか。あ、多分。うん。なるほど。ゴーストの色がすごい。わぁ、そっから来るかみたいな。よし、後ろから。これは、はい、秘密ですか、一応。どれですか。互換機そのものが。互換機、あ、わかんないです。タナムさんが。いや、秘密じゃないけど、売ってないよって。タイミング喋ってダメってわけじゃない。ない。うん。いや、普通に交換しなくてさ。そう、仕様が公開されてるの。へぇー。へぇー。だってさっき別の人で互換機。あー、いたいた。それでノリックスさんに帰るんですか。すごい。おー。おあれが樽扱いの。え、じゃあこれ、将来的に。え、これ誰が作ったの。乗りまおー、斜めジャンプいける。イエーイ。いないな。で、GGLCG とかさ。あー、遅かった。イエーイ。いやいや、買ったっすね。おー、ラブ。10個ぐらい作って、欲しい人だって。ラブ。はい。ラブ。やっちゃった。これで一瞬ですよ。あ、これで一瞬なんですね。ちょっとやってみて。コントローラー何を伝えてんの。メガドラか。メガドラですね。ちゃんとスタートボタンも効くんです。これでストリートファイター。あ、スタートボタン効くんですね。すごい。無理無理。ロックボタン切るようにして
やった、ブロックポイント早すぎる。あれ1面すればいい。キー多分一歩もキー倒せない。そうですね、うん、1、2歩は早すぎる。うまくまとめこみたいな、ほんとに全2面コースで。そういうこと2面コース。はい、分かんない。今のところだからカートリッジ、あー、なるほど。3面がそっち側、ここ1面は取るだけで、だんだんドンキーに近づいて。それがその25面だから、この画面構成が現存テレビボーイとかもそうで、カセットビデオの画面も大変。そうですね、無理です。また準備して。絶対無理でしょ、あんなの。おお、一面クリアをさっきお見せしましたよ。ゲームボーイ出る前でさ、ノーミスは結構難しいんだけど、でそこを通ったら多分絶対にやるからね。ゲームがでも5本しかない。5本がきついな。ちょっと投資が厳しい。 PC エンジンスーパーグラフィックスみたいな。それは PC エンジンとか遊べる上での話でしょ。あ、そうか、もうベースがないベースがないからね。本当に5本だから。これでイノシシを倒すんですか。まあ最初はノーマルでやればいいと思う。あ、やったことない。ノーマルノーマルノーマルです。やったことありますよ。あるよね。まあ、じゃあそういう時はちょっと普通に。あ、はい、これでスタートすれば。違うんですよ。え？早いやん。早いやん。安い。小さくて端子が少なくなってる。違う、だからボタンが少なくなってる。できないゲームがあるんじゃないの？光線銃がまず、この端子がなくてできなくて。あ、はい。うん。で、あと、コントロール、ダイヤルコントローラーがないので、それ使うゲームもできない。できない。確かに。どうぞどうぞ。じゃあそれで、カートリッジ買えなかったの、今ハンディング。あ、これ、タイトル画面とかないの？どういうこと？見とくて。これ面白いよ。そっちもそれだった。あ、面白い。これ、よくやりしました。すごい色だ。多分、その時の、ここうまく入ったらいい。今、なんか入らなかったけど。そっか、こっちの淡い色の方が本当なんですか。そうですね、あ、T の書いてあるんですね。そうですね、 T って書いてあるやつは T の白だったね。どっちかって言ったら、ムーンクレスターに。ほとんどムーンクレスターじゃないかっていう。私は人形が出なかった。あ、本当だ。ホルの鮮やかだな。ドテキドキングあるのかな。おそらく T に突っ込めば、これ入る。おっ、あっ、あー、攻めますね。待ちに待った。そうなんだ、これ、入れましょう。エコップ、エコップ、完全オリジナル。今日はエコップの回。でも、TAC、結構、準備は結構集めますね。でかね。ちっちゃいし、ちっちゃいし、まあまあ、ちっちゃい。おお、トリコさんがうまいやつ。おのれ。でもそのコントローラーでギャラクシーはどうなるかどうなるか、ちょっと一回試してみよう。めちゃくちゃ簡単だと思う。僕もすげえやりやすい。メガドラずるい。メガドラパンって一緒やん。あー、しんどい。メガドラパンって何もやりやすい。両方の下にいて。どうしてどうして。ボタンパックだから余計やりやすいですね。よし、設定良かったですよ。あ、こっちも一緒です。このギャラクシアの滑らかさと連射性能もすごい。この規模のハートでよく頑張った。いいですね。あ、絶対無理。絶対無理。
くん、うん、あれさ、別に逆に水平ライン全開とか別に違うのもある、あるあります、あるんだ。そのスプライトっぽいんですよ。中身的にはスプライトで作ってることも多いです。ちょっとこれは完全に中身知ってるわけじゃないんだけど、多分スプライトだと思います。あ、やるやる、まあ、まだ3機あるので。違うのに、まだやってない方がいるかな。あ、どうなんだ。あ、じゃあ、ご提供になります。はい。何ここに入れるのか。色も違いますね。なんか、ちょっと一回見せる。なんか迫力があるやっぱ。こんな感覚になると思うんだよね。でも、一緒にできるといいね。いいですね。あのサブロスがグループ DM に流してたよ、頭を。あのツイッターのグループ DM。さすが。流行りますね。すごい増えるね。何でも映るもんになる。くだらないのが。くだらなくないよ、やめてよ。これ、目押しやだ。あ、マジっすか。無理っすよ。翔子さん、代理店やればいいな。そうですね。やっと。ああ、ちょっと一緒に顔映さないよ。今日のゲームは、いやーこれやらない。ディスタチャンネル、ディスタチャンネル、口で効果もつけてやらない。ドゥーやらない、猫のやつ。あと変顔としてる人いる。全部パクリじゃない。あえ、これスタートはパッとでできる。スタートパッとできる。今の時の球が出てきましたね。今時ですね。あれ、え、全然できないです。あのね、操作性がね、ごめん、あ、すごい、スタートボタンがスタートになってる。うーん、そうです。音的には何してるか分かんない。見てみよう。いや、何も出てくる。動画でも伝わらない。え、これ前には出れない。出れない、出れるよ。あ、出れる。え、どういうこと。あー、だんだん後ろに行くから。あ、ボタンで前に出るのよ、それは。あ、で、あの左上のが燃料なので。あー、スクランブルって補給しながら進まないと。ボムはあるでしょ。1の3が変化してますね。2はタイムアタックモード。ボムは、ボムは何もない。あ、これ、これ、これを下のを破壊しないと。下ミサイルはないですか。あ、そうですね、燃料庫。いや、消毒付けだ。下ミサイルないです。女子が出た。自分が下に降りたからじゃないですか。女子受験になってますよね。なるほど。甘えるな。あまりこう、コーディング、コーディングっていう投稿ばかしてると、もう、そうないかな。普通の消毒付け率。燃料10から減らない。あ、9減った。あ、本当だ。なるほど。もう分かった。すべて理解した。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 完全に理解した。死ぬ要素なし。終わらない。アストロコマンド。完全に理解した。アストロコマンド完全に理解した。これでも出てこないんですけど、あのメニュータグが。なんか結構頑張んないで。でもそれでもね、燃料借りて死ぬことはあんまりないんですかね。いや、もうすでに4、3、まあ、まだまだある、余裕だよ。あ、来た、来た。あれ動かし、来るから、あれ動かしたら死ぬ。待ってて。で、あとね、これはね、あれ、いや、3になったけど、いや、あえて秘書は言わないでよ。よく覚えてますね。だって、俺の声、小学校5、6年生の声で、家族以上にかけまくってた。人間当時はこれ遊ばない。当時はまだ全然遊びがないんですけど。落ちる。あれ、さっき取ってなかった。いや、なんか、ダブルけど増えてなかったね。増えた。いや、1増えたけど、すぐ1減りました。1しか増えないの。1体でしたね、さっき。えぐいな。あれ、これなんかゲームレベルでなんか違ったりしたっけ。そうなんか、ボタン適当にして違うなって。スタートする。あんな取りに行けないでしょ。ボムライブに。それは、今前進するの。前進して止まると壁と一緒に進めるから、それでそれも止まった状態になるから、それで。ああ、それは基本技なので、だから普段から一番前に出とくのがいいんです。これは普通の時だけバックするんです。なるほど。前進ボタンはついに押しっぱなし。あ、前進したからつってエネルギーが減るわけじゃないですか。あ、それはそういうことか。へえ、だからあれも打とうと思えば打てる。前進ボタン押しっぱなしプレイでいいんですよ。基本なやり込みシューターみたいな。一番前に出てりゃいいんだよね。でもなんかこれ一番チラする。なんだろう、これこれチラチラしてるんですか。あ、今チラしてたじゃない。確かに。まあ今してないけど、まあ、さっきフラッシュしてたので画面が。まあ、なんかスコア切り替わるときに、あ、燃料切り替わるときに燃料のシャワーがチラッとしたりしてました。すげえな、前入れてるとオーラついてるかな。あ、今チラチラ。あ、何かこれは、あ、今切り替わる。
すごい演出だよ。液晶で見なかったら半透明に見えるとか。半透明。半透明に見える。かもしれない。あのブラウン管とかに。なるほど。うわ、何これ。面白い。すみません、思いのほか死んでないんで。ちょっと独占しちゃってる。ああ。大丈夫です。5時までなんで。1の3。フォワールド製。一周目の三面か。エリア制というか。多分いあのスーパーマリオ的なやつ。一周目で残り三面。残り三面とかそういう。警部署みたいな書き方してる。一周目の3面。スクランブルを知ってればあのエリア制ですよっていう。なんかこのゲーム自体がスクランブルを元に作られてるのは怖い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 間違いないです。これなんていう名前でしたっけ？アストロコマンド。アストロコマンド。もうちょっと帰ったらこっちって言われて本体ない本体を安くしてください。作るのか、そっちか。ハードルだけ、ハードルだけ、ハードルだけ、ハードルだと思ったら今、基盤発注しても来ないでしょ。いや、別に基盤中国の動いてない。ユニバーサルで作るそう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 えユニバーサルで作るこちらに行った次ユニバーサルの世界ね。キモアンさんの世界でハードルがだいぶハードル、めちゃめちゃハードル上げていってる。お、これです。何？両方壊す。そうそうそう、両方壊して。あ、はいはい、あ、これボス。おお、よくできてんな、面白い。ビッグフォーの。帰ったらボス壊す。今から。デバキャップ。もう掴んだ。おお、やべ、これもう今だとエンジンだ。そう。ポケモンフラッシュ。グラビスのこと言わない。ね。スクランブルだと思うけどね。初見で一周クリアしたの。あのヒントもらいながらだけど。スクランブル合わせです。すげえ合わせです。微調整してアサリに。ギャラクシーウォーズみたいな。ギャラクシーウォーズね。あのね。はい。ああ終わった。いい、誰かこれでもゲームポケモンメガドラのパッドでやってるから、ね、アクションゲーム全然遊んでないですよ。ゲームポケモンアクションゲームはここはアップじゃないの？ないの？まあちゃんとまあちゃんとそこまでどうやったらマニュアルダメだ、そのマニュアルと呼ばないと言われてちょっと名前の方がないんです。そこはマニバーさんの画像にします。確かにいやで外敵してきたんじゃないですか。あ、そうなんですか。ソフトバンマニアからうち来れないや。ダミカセット。ダミカセットは壊れてないですか。え？セッピング。図書館でさ全部さ目次調べてさ。なるほどな。データ残るもんね。年上すぎるね。便利すぎて使ってるけど。あ、本当に。時期がいないね。どこを見れば足も思い出せるんだとかさ。ゲームが。これ当たるとメダルが出るんじゃない？なる。